またレッスンを再開していきましょう。前回動きの中の気づきというのがこのグループレッスンに名前が付けられていると言いました。なぜ動かないと気づかないか、じっとしていると分かることが少ないので動きましょうという、ただ単純にそういうことのように思います。ではゆっくりと椅子から立ち上がってください。立った時の感じをまずは全身チェックしてください。左右の足はどのくらい開いているのか、背はどのくらい曲がっているのか、顔はどこを正面に向けているのか。水平線を見ると言ったら、その時壁のどのぐらいの高さのところに目があるのか。両方の肩に余分な力入ってませんか。左右の腕は体のどのあたりにぶら下がっているでしょうか。少し体の前であったり後ろであったり、そして肘は曲がっていますか。ただ立っているだけでも分かることはあるのですが、少し気づくために動いていきましょう。体重を左右に動かしてください。呼吸を止めずに自分が何をやっているのか気づくために必要な速さで、どこまで行くと一番右、どこまで行くと一番左と分かるんでしょうか。それはどこが教えてくれますか。足でしょうか、ふくらはぎでしょうか、骨盤や太ももが教えてくれますか。腰や胸、背中、肩、腕、体のどこがもうそれ以上はいかないよと教えてくれていますか。では足の裏に注意を向けてください。右足と左足に交互に体重が乗っていく感じありますか。どっちの足により長く乗っていることができるような、そんな感じがしますか。安心して乗っていられるのは左足でしょうか、右足でしょうか。動きながら呼吸をどうしていますか。息を吐きながらどっちの足に乗っていますか。息を吸いながら何をしていますか。足の裏はずっとべったり全部ついたままやっていますか。右足と左足に体重が移動していく。ここに足の裏に何か絵の具をつけたとイメージしてください。右足に乗った時にはその絵の具の色が濃くなって、左足に乗ったら左足の裏の絵の具の色が濃くなる。ゆっくりと移動することによって濃くなったり薄くなったりする絵の具の色が足の裏にイメージしてみてください。変わってきましたね。全身をどうやって使っていますか。安心して足の裏にいろいろな色を塗っていくときに、体全体はどんなふうに使っているのかをまず探ってください。呼吸を止めずに足の裏べったりついた状態をキープしたまま、上半身、頭、肩、骨盤、上半身、下半身、体全体をどうやって使っているのか探りながら、右足と左足です。
足を半分にしたんですが、今度は右足の外側と内側、左足の内側と外側というふうに 4分割した状態で体重が次々に移動していく。そう、薄くなったり濃くなったり、さあだんだんその色の変化、ぼかしをゆっくりとゆっくりとした動きの中で細い縞にしていってください。体の前から後ろの方向に縦縞できていく。それが大きな縞から細い縞に移っていく、線に移っていく。すべての工夫を取り出して椅子で休んでください。私たちは生まれて1年ぐらいして立ち上がることが自分一人でできるようになります。でも誰にも教わっていないので、どうやって立っているのかを学習することはあまりありません。フェルデンクライスはこうやって自分一人で赤ん坊の時にやった動きを再学習するような傾向があります。どうやって立っていくのか、どうやって歩いていくのか、どうやって動いているのかをレッスンすることによって、今まで習慣で使っていた無駄な動きをシンプルな動きに変えていくチャンスだと思っています。ではもう一度立ち上がってください。足の裏の感覚は今どんなはっきりとしたものに変わってきているでしょうか。右足の裏の方が輪郭がはっきりしていますか。左足の裏の方が輪郭、明確でしょうか。魚拓のように足の裏にインクをつけて、絵の具をつけて立ったとしたら、どんな形に左右の足の裏の形が床にプリントされていると思いますか。左右一緒ですか。では、動きを前と後ろに変えていきます。体重をかかとの方から足先に向かってゆっくりと前へ後ろへ動かしていってください。後ろへ行くのを止めているのはふくらはぎが止めていますか。腰が嫌がっていますか。危険を教えてくれるのは背中でしょうか。それとも体の前側がこれ以上後ろに行くのを止めようと教えてくれているでしょうか。足の裏にかかる圧力をさっきとは違って横の縞に変えてみてください。たくさん乗っている、体重が乗っているところは色の濃いところ、そして前の方に行くとまたそれが濃くなる。かかとから足先、足の指からまたかかとと横に縞を描くように絵の具が濃くなったり薄くなったりしている。そうそうです、そうです。安心してできる範囲でかかとから足先に体重を移動させていってください。もちろん全部床にくっついたままの足の裏はキープしたまま、つまり大きくやりすぎないということです。
足の5本の指はそれぞれ使っていますか？右足の親指は床を捉えていますか？左足の親指は床とどういうふうに接触していますか？横のシワを細い細いラインにして前と後ろに移動していきます。右足に乗る方が楽ですか？左足に乗る方が楽ですか？では、すべてを中断して椅子で休んでください。休んでいる間にお尋ねします。足の裏に塗った絵の具の色は何色でしたか？最初は横方向に体重を移動したときに足の裏に色を塗りました。イメージの中でね。2回目には前後に移動する体重の変化を探るために色を塗りました。2回の体重の移動に使った絵の具の色は同じ色でしたか？右足と左足は別な色をつけたでしょうか？もしいつかまたこんなことをやろうと思ったときには、明るい色で絵の具を使ったとき、明るい色の絵の具を使ったときと自分が嫌いな色で、あまり好きな色ではないというので絵の具を使った時で動きに違いがあるかどうか遊んでみてください。素敵な色を見つけて心地よく動けるように絵の具を変えてみるというのも選択肢です。ではもう一度立ち上がってください。立った時の感じをもう一度再確認してみてください。どんな感じで立っていますか？左右の足の体重の乗り方は均等でしょうか？前後に体重はどんな風に支えていますか？右のかかとと左のかかとは同じようにあなたを支えていますか？左の足先と右の足先はどうでしょう？では前後左右にやった動きをまとめて円を描いていきたいと思います。あなたにとって一番大好きな色の絵の具を足の裏にくっつけたと思ってください。そして両方のかかとからスタートしていきましょう。自分にとってやりやすい方向に円を描いて体の動きを調整してください。かかとから側面、そして前、そして反対側の足の側面に体重が来てまたかかとにやってきます。倒れないためには体をどうやって、全身をどうやって使ったらいいのかを考えながら、ゆっくりとかかとから足の側面、足の指、そして反対側の足に移っていって、足の側面からまた両方のかかとへ行きます。ゆっくりと円を描きながら、どこへ行くと呼吸が止まりますか？どこへ行くと速度が速くなるでしょうか？では円の方向を逆にします。右回りで動いていた方は左回りにしてください。
回りで行って、足の前の方へ行ったら引っかかったら反対回りに行って、またそこで別なところが引っかかったら動きの方向をまた逆にしていきます。つまりいつもいつも心地よい動きを探っていってください。そしてもう一つ、さっきまで引っかかってた時は次にはスーッと通れるようになっていることがあります。できなかったことができるようになっている、できないことがまた新しくできる。では動きを中断してゆっくりと椅子に戻ってください。大人になるとできないことをやりたくない、少なくとも私はそう思います。フレデリック・ライスはできないことが大好きです。できないことがいつの間にかできるようになっているのに気づくのが楽しいからです。足の動きをやりながらどっかで引っかかっても次に反対方向にやったり動きのタイミングを変えたりすると、さっきまで痛かったことが通過できるようになってきます。できないことがあるとできるようになった、体が良くなったという発見が生まれます。フレデリック・ライスのレッスンは同じようなレッスンをやっていると思っているかもしれませんが、今日やったレッスンをまたしばらく時を経て同じようにやってみると、あなた自身に新しい発見を見つけることができると思います。つまり成長したということです。大人になるとなかなか成長したということが少なくなるので、自分の中で成長したことを見つけてください。では椅子に浅く腰掛けてください。椅子の前の方に腰掛けて、膝と膝、足首、足先をなるべく等間隔にして、背筋を少し伸ばして背を高くした状態で座ります。手は楽なところに置いて、手のひら上でも下でぶら下げても構いません。そしてこのポジションから少しだけ自分にとって長くいられるところにずらしてくださって結構です。心地よく座ったところから、さあ今足の裏でやったことを椅子と骨盤や太もものところで同じような遊びをやっていきます。ゆっくりと体重を前と後ろに動かしてください。体を前傾しても、体を反ったり丸めたりするやり方でも、どんなやり方でも心地よく楽にできるやり方で体を前に後ろに動かしていきます。つまり椅子の座面であなたの体重が後ろの背もたれの方へ行ったり前の方に行ったりしているのをはっきりとさせてみてください。一番安定して乗っていられるのは左のお尻ですか、右のお尻ですか。太ももの裏側はどっちが椅子を強く押しているでしょうか。では上半身の動き方を少し変えます。腰を丸くしたり腰を反ったりするようなやり方で骨盤を椅子の上で転がしてみてください。お尻の後ろの方がだん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 背もたれに
座面に着地していって、そしてそれがまた剥がれていきます。お尻の後ろの方と前の方に、体重はそう後ろに行って前に動く。素晴らしい。そうです、そうです。肩の力を抜いてゆっくりと自分の椅子と骨盤の裏側でどんなことをやっているのかを探ってください。座骨から尾底骨の方に体重が行ったり来たりです。もしお尻の椅子との間の接触面に色をつけたら、今度は何色にしますか？椅子のところから体を支えている骨盤の裏側、どんな感じに色が変化していくでしょうか？圧力をかけたら濃い色に、圧力が抜けていったら薄くなっていきます。息を吐きながらどっちへ動いていきますか？息を吸いながら動きをすると、椅子の中の椅子の上の色は濃くなりますか？息を吐くときの方が色が薄くなりますか？全ての工夫を一回やめて背もたれで休んでください。私たちは日常生活の中で座っている姿勢が大変長時間になっています。座り時間が長すぎるということで、いろいろなトラブルが起こっているようです。椅子からは離れられないけど、椅子の上で遊ぶということも一つの選択肢です。新しい発見をするために、さあもう一度浅く腰掛けてください。浅く腰掛けたところから体重を右と左に移していきます。つまり右の座骨を椅子から持ち上げたり、左の座骨を椅子から持ち上げたりするやり方で、浅く腰掛けたところから座骨の交互に上げるという、座骨を交互に上げるという動きに遊びを変えていってください。そうです、そうです、そうです、そうです。上半身がどんなふうな動きをするのか、どんなことをすると何回もできるのかを調べたところで、右のお尻と左のお尻はどっちが軽いですか？座骨が上がりやすいのは左の座骨でしょうか、右の座骨でしょうか？軽い座骨を探してください。座骨が上がって戻っていくときに注意を集中してください。体を動かしていった場所が徐々に徐々に戻っていくことが、戻るムードのときによりはっきりします。上げて戻っていくときにゆっくりと、そう、左へ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 、右を上げた時に何をやったのかわからない。そんな時は戻ってくる時にお腹が緩んで、背中が緩んで、腰が緩んで、肩が緩んで、どんなところで使ってるのかと分かることがいいことがあります。お尻を上げて戻る時に注意を向けてください。どんな形で骨盤やお腹や腰や胸や背中や呼吸、体全体をどうやって動かして座骨を
フェルデンクライスで遊んでください。これができたからといって何かは大きく見場が変わるわけではありませんし、突然モデルのように素晴らしい体型になることもあまり期待はできないのですが、フェルデンクライスで遊ぶととにかく楽しいです。では今度真ん中に戻ってきたら、さあお尻で円を描いてみてください。左右の座骨と尾てい骨、そして恥骨をランドマーク目標にしながら、右の座骨に乗ったり左の座骨に乗ったり、尾てい骨の近くに体重をかけたり、恥骨の方に体重を移したり、4つの骨盤の中にある大きな目標の骨を目安にして、右の座骨や左の座骨、尾てい骨の近くや恥骨の近くで体重がより濃い色に椅子の上でなっていきます。そう、円の方向を逆にします。全ての工夫を諦めて背もたれで休んでください。フェルデンクライスをやってて時々思うのは、何年も前にやった動きを突然思い出すことがあります。そして今やっていることと比べて自分がいろんな範囲に動けるようになっているとか、感覚が繊細になっているとか、プラスのこともあるしマイナスのこともあります。自分の変化によく気づくことが可能になっていくような気がします。たった一人で椅子に座って、たった一人で部屋の中で立った状態でも、たくさんの動きを遊びの材料として使うことができます。さあゆっくりと立ち上がってください。立った時の感じを少し全身観察してください。変化がないかもしれないけどあるかもしれない。体重を右と左に動かしてみてください、ゆっくりと体重を右と左に動かしながら、片方の足に体重が乗って反対の足が床から少し浮き上がるところまで体重の移動を大きくしていってください。そうです、そうです、そうです。かかとが上がって素晴らしい。そう。そう。あんまり頑張ると、真剣にやるとバランスを崩してしまうので、そう。ゆっくりと片方の足に乗れるというのが分かるような感じに、反対の足の色を薄くしていってください。そして、安心して、
体重を乗せられるような足に体重を乗せたら、元の位置に軽くなった足を戻します。そう、体重を安心して乗せられる足と自由に動く足を分けてください。一歩前、乗せて軽い足を前、そしてまた後ろに。左足が体重を支えやすい足のようです。みんな違ってるんですけれど、そう。ではゆっくりと前に振り出していった右足を今よりちょっとだけ遠くに出してみます。そうです。そして戻っていきます。右足を半歩前に出して戻る。右足を半歩出して、そう、素晴らしいです。そんな感じで部屋の中をゆっくりと歩き始めてください。急いでやる必要はありません。一度そのままに構えて、右足を軽くして、そして今度は左足で体重を支えられるようにして、右足から、そう、反対の足でも同じようにやってみてください。右足に体重を乗せて、左の足を少しだけ曲げる。だから右足と左足の歩幅が同じ歩幅である必要はありません。安心して体重を右足に乗せて、軽くなったら左足をほんのちょっと前、行ったり来たりでもいいし、自分にとって安心して支えられる足をうまく使っている。軽くなった足を自分の行きたい方向に自由に使って、体重を右と左に移しながら体の動きを作っていく。そう、足の裏、かかと、足先、全部を注意しながら、歩くだけでも遊ぶことはできそうですね。ではあまり体重や足の裏のことを考えずに、少し速さを速くして部屋の中を歩いてみてください。歩きは少し軽い足になっていますか？